コンピューター応用学科の内山です。自然言語処理の研究をしています。中学校高校生ぐらいの時には海外に行くことが非常に興味があって、それで英語を学びたいと思って大学は文学部の英文科を選びました。それで普通に企業に就職をしたのですが、なんとなくもっと自分の専門を極めたいと思って翻訳に興味があったんですけれども、ふと機械翻訳という分野があることを知りまして、それで機械翻訳って何だろうっていうところから勉強をしたい、研究してみたいっていうことになって、でもう一回大学院で機械翻訳を学びたいと思って自然言語処理という分野にたどり着きました。営業とか広報とかいろいろな仕事をしていました。専攻が結局機械翻訳もやっている先生のところに行くっていう感じなんですよね、専攻というよりは。それで慶応大学の政策メディア研究科に篠野教授が言い出したので、その先生のことで機械翻訳を勉強したいということで入学したという経緯になります。はい。それで機械翻訳というのは実はもう企業ではかなり研究し尽くされている分野だったので、その中でいろいろやっていくうちに複合語っていう研究テーマに興味を持って、その複合語っていうのは専門文書の中にいろいろ含まれているものなんですね。例えば論文の中の専門用語だったり、医療だったら医療の医療用語だったり、一つの単語が複数結びついた複合語をどう抽出するか、どう解析するか、どういうパターンで結合しているのかっていうことに興味があって、その研究を今でも続けています。今、学生と一緒にやっているのは医療用語の難易度の設定というものをやってまして、これは今医療の分野では人手不足が叫ばれていて、看護師さんだったりとか、あと海外から介護人材というのを呼び込まないといけないんですけれども、医療用語っていうのは非常に難しいので、医療用語に難易度がこう設定してあると、難易度の低いものから順に学んでいけば自然と医療全体の用語が理解できるっていうものがあったらいいなということで、医療用語の中の難易度を設定する、分類するっていう研究を学生と一緒にやっています。歌詞の分析は学生が自分の好きなアーティストだったり分野の歌詞を収集して共通して用いられている単語だとか、そういうものを分析するっていう研究もやっていました。そうですね、今やってるその難易度の設定っていうのも実は機械学習だとか深層学習で自動的に分類するっていう手法を今模索しているところなんですけれども、今かなりいろんな手法が発展してきている。ただその自動的に分類するためにはいろんな単語の特徴っていうものを捉えなければいけなくて、それはさまざまなテキストからその単語がどういう用いられ方をするかっていうのを機械的にどう抽出するかっていう非常に基本的なところが重要なので、そういったところを中心にやっているんですけれども、人工知能専攻になった時にはそこをさらにその元々の特徴をどう分類するアルゴリズムの方に落とし込むかっていうところがすごく難しいかなと思っているので、そこをさらに発展していければなと思っています。数学はすごく苦手です。数学はもともとそんなに嫌いではなく文系だったんですけども、なんとなくその数字の感覚っていうのは自分の中にあるなっていうのはずっとあって、で特に言語のデータだとこういうデータで学習したらこのくらいの確率、精度になるだろうっていうのも大体なんとなく分かるようになっているので、そういう数字の勘っていうのを数式とかそういう数学の勉強ではなくいろんなところから学んでたんじゃないかなっていうふうには思います。そうですね、私は特に数学の知識というよりも常に何か考えていたっていうのはあって、これをこういうふうにしたらどうなるかっていうのを
常に考えていたと思います。特に確率のあたりは文系であっても常に考えていて、こういうことがあったらこのくらいの確率になるだろうみたいなのを日常生活で常になんか考えていた気がするので、そういう思考力というのはやっぱり全ての学問に通じるものだと思っているので、数学をゴリゴリやるよりはその日常生活において身近なところでこれはこういうふうにしたらどうなるんだろうっていう思考力を磨くっていうことをまずはお勧めします。そうすることによって数学を学ぶ土台みたいなものができていくんじゃないかなって思います。そうですね、私はその、ね、中高時代に選んだ進路とは全然違う、もう全然想像もつかないようなあのところに来てるんですけれども、常に自分の興味のあるものをその都度一生懸命勉強してきたっていうのはあるので、将来どうなろうというのではなく、今興味のあるものを一生懸命学んで進学の段階で自分の今の興味に合うものを学べるところに行くっていうのはいいと思います。学びというのは一生なので、それを積み重ねていくことによって自分がやりたい本当のものっていうのを見つけることができるので、今すぐこう自分の将来を決めるのではなく、今興味のあることを一生懸命学ぶっていうところが私はいいかなと思います。